はい、皆さんこんにちは、森川葵です。私は今新大久保に山手線に乗って向かっていたはずなのですが、本来ならば池袋方面に乗らなきゃいけないところを間違えてしまい、品川方面に乗ってしまいました。はい、大変大変遅刻しております。ブラックピンクを聞きながら向かっております。気持ちは焦ってますよ。はい、駅降りて新大久保に到着しました。なんと30分も遅れてしまいました。私新大久保に来るの大体3回目ぐらいなんですけど、まだまだ見慣れないものが多くてとってもキロキロしちゃいます。高架下を出ると K-POP が流れてきて、新大久保に着いた、いやそれとも韓国に着いたって、そんな感じがしてきます。あーお腹すいたな。地図で見て分かる通り、本当にただひたすら改札を出て4分右に歩いていくのみです。皆さん地図を見て分かりましたね。そう、向かっているのはトンマッコル。そして階段を上ると目の前には急にめっちゃ一度みたいなことするじゃん。びっくりした。めっちゃ携帯見てた。すいませんでした。いつからそんな YouTuber になったんですか。いや、こういうやつかなって思って、やっぱあのテンチムさんとのやつで学んだから。あ、勉強したんだね。そうそうそう、偉いね。そう。そう、あったんでーす。紫あるかでーす。聞こえてるかな。どうだろう。お待たせしました。どうやって、今どこにいるか説明した。説明しない。やりたいんだけどね、全然うまくいかないね。今は新大久保に行ってます。新大久保にいます。新大久保初めてだよね、二人で来るの。そうだね、二人で来るの初めてだ。つい最近来てちょっとハマったよね。今なんか原宿より新大久保が流行ってるらしい。わかったじゃないんだけど、黒い感じのマスクしてて恥ずかしい。芸能人っぽい。ちなみにこれマスク裏返しになってました。恥ずかしい。でもあるあるだよね。よし、じゃあメニューを決めていきますか。トンマッコルです。あ、6本セットっていうのがいいよって言ってた。キャッチボールとかも2つ食べたら多いかも。これが食べたくて、チーズキンパが食べたくて、ここに夜も食べたくれば間違いない。夜も食べたくて、よかった。撮って、やばいね、これは。ね、これさ、いくよ、いきゃやばい。食べたかったんだもんね。いただきます。あ、すごい。おー、おいしい。いい表情ですね。どういう味？お米にチーズ。めっちゃおいしい。あー、よかった。最高です。30分並んだ回ありますか。これは並んだ方がいい。おうわ、あ、すごい。いただきます。赤っ。あ、めっちゃ、うんうんうん、おいしい。うん、どんな味。お米にチーズ。な、やば。よえ、やば、めっちゃ美味しそう。やばいね。何から？何から行くべきこれ？めちゃくちゃ迷うんだけど。でもさ、チーズボールで早めじゃないと伸びないんじゃない？チーズボールいただきます。伸びなかった。甘い。甘い？甘い。なんかチーズ入りのドーナツ。めっちゃ美味しい。あれすごい、 CM みたいだよ。かわいい。
なんでね、やっぱこれソースかけなくていいのかな。いただきます。いっちゃって。ついてんのかな、どうなんだろうね。どう、うん、ソースは、ソース欲しいです。日本人だった味覚いね。ちなみにさ、後ろにあるあのレコードはなんて読むの？それそれ、青色の。これ？うん、それ。ゆい。ゆい。あの後チキンやらなんやらいろいろ食べたんですけど、動画を撮るのを忘れていて、もうすでに散歩です。すいません。ごちそうさまでした。なんでもない通り。なんでもない通りではない。イケメン通りってどこなの？ここがそうなんじゃない？違う、あ、あっちの通りかな。イケメンはいるのかな、イケメン通り。果たしてめちゃくちゃパック売ってる。すごいね、あおちゃんが気になってたやつ。あった、近くで見てみましょう。ここらの中で作るんですよ。へー。あ、2本メインは竜のひげ、竜の2つの名前がある。へー。お姉ちゃん、材料ですね。はい。蜂蜜の塊です。はい、水飴少し入ってますが、ほぼ蜂蜜で、砂糖は全然使ってないので、結構ヘルシーなお菓子です、ね。うん、穴1本開けて、ドーナツみたいに作って、伸ばして。これなんかいろいろ説明してくれたんですけれども、本当に動画が長くなっちゃうんで早送りにしています。気になる方は多分新大久保の多分イケメン通り、多分です、多分イケメン通りのドンキ横あたりにあるので、ぜひぜひご自分の目で確かめてみてください。本当にすごい技術でした。サラサラになるんです。こうやってね、ずっと早送りにしてても見れるんですけど、どうでしょうか。サラサラ、もう1万6000円です。うわ、見て見てるお姉さん、1万6000円。うわ、サラサラ。うわ、すごい。もう本当に髪の毛みたいに細い。すごい。あっという間でしょ。すごい、あっという間。ちぎって、このレササラサラの中に、細かいピーナッツ、アーモンド、クリーム、ゴマなど、いろんなナッツ入れまして。体に良さそう。うん、美味しいです。くる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 回したら、やば、え、どう？ふわふわ。一口出た。お家に帰って。はい、冷やして食べます。はい。さあ、お次は新大久保にある韓国のプリクラの撮れる場所にやってきました。お店の感じが可愛くって、この入り口のところにたくさんたくさんいろんな方のプリクラが貼ってありました。可愛い場所です。 K-POP も流れてます。え、もう入っていいのかな、これ。入っていいです。申し訳ございません。撮ってるシーンがありません。取り出してください。はい、じゃーん、韓国式のプリクラ。意外とね、なんかすごい修正入るかと思ったらまんまって感じだったよ ね、 ね、まんまだね。いいじゃん、いい感じ。これ水色、いや、紫に見える。箱ごとに色が違うって書いてあって、ね、水色だったんですけど。じゃあこの後はどうしますか。この後は、ワッフルを食べに行きたいと思います。はい、かじゃかじゃ、うん、行こうって、かじゃこれ、誰かのハッピーバースデーらしい。これ、あ、そういう形式。かわいい。すごいとかやばいとかってなんて言うの？テーバ。テーバ？テーバ。テーバ。テーバ。めっちゃいいな。カロリーやばそう。テーバカロリー。手羽？チョア。チョア。
チュワチュワマジッソ、マジッソ、定番マジッソ私思ったのが、これにこれつけても美味しそう。それは天才。こっちも、うん、いどうぞどうぞ。それか、ね、どうやって食べんだろう。どうやって食べていいのこれ。切れば、なんか8分でさ、なんか半分に折るって書いてあるんだよね。でも溢れそうじゃない。確かに。だからこれでこれで徐々に食べてきながら減らして、少なくなったら、あ、いいじゃんいいじゃん、それで切って食べれそう。うわー、やばい、クリーム、やば天才、最高。切れない、かぶりついちゃ いそうだね、うん、いっちゃいっちゃえ。じゃあすいません、ちょっと、うわー、やばい、きれい、気をつけて。おー、最高。チェゴチェゴ最高。チェゴ。来てよかった。来てよかった。お腹いっぱいだったのが、うんうん、なんかこれを見て食べたことによって、なんかって減った。なんか全然お腹いっぱい。あるある。なくなった。別腹ってやつ。別腹、そう、それだ、別腹だ。めっちゃ美味しい。おー。お、ちょっと食べて。うん。生クリームつきました。いいね。うん、おいしい。さつまいもとワッフルを同時食べ。今日は。はい、というわけで新大久保とっても楽しかったです。なんと締めコメントを取り忘れてしまい、感想も何もなく終わってしまいます。本当に申し訳ありません。また新大久保行きたいな。バイバーイ、またね。チャンネル登録よろしくお願いします。